弦楽四重奏曲第10番編補頂上パス74は、ルートビヒ版ベートーベンによって1809年に作曲された弦楽四重奏曲である。第一楽章の随所に現れるピッツェカートの動機から、ハープという愛称を持つ。ベートーベンは、金字塔とも言える3曲の巨大な作品群、ラズモフスキー弦楽四重奏曲を作曲した後は、 作品の規模は縮小し、代わりに、ロマン的な情緒や伸び伸びとした感情を称える、作風へと変化した。この曲はまさしくそのように、いくらか自由な気持ちで作曲されたものである。気まぐれな女装に始まる。主部は、そなた形式で、第一主題は、和音の連打によって始まるが、その後は極めて戦慄的な第一主題が第一、バイオリンとビオラによって歌われる。 そしてすぐに前述のピッチカートによる水位部が現れる。ただし第二主題は経過的なものである。展開部は内声はトレモロを刻み、両外声が絡み合いながら進む。再現部は定型通りであるが、コーダは第一バイオリンのアルペッチョの伴奏の下にピッチカートであとの三つの楽器が掛け合う充実したものとなっている。変異蝶調,調、ロンド形式。 様々な美しい旋律群が豊かな火星や装飾に彩られている。スケルト、破炭腸。同じトリオが2回ある。いわゆる運命の動機のようなものによって支配されている。トリオは破腸腸。2小節単位で6、8拍子の要領で弾くという指示がある。チェロとビオラに現れる2本の旋律がポリフォニックに展開する。変装曲。 主題と6つの変装、こうだからなる。意外にも、ベートーベンが弦楽史重奏曲の最終楽章に使用した変装曲として唯一のものである。主題は同じ動機が繰り返される。ここでは、晩年に見られるような主題の性格を変えてゆく、性格変装ではなく、装飾によるものである。ありがとうございます。